までやれたらもう同じよねっていう、本当に正直な話、9割方ちょっと遊びみたいな、俺の原稿どこ行ったみたいな、その辺からはもうやっぱり責任を持ってちょっと遅いな思ってたより遅かったな、ね、柱がこうバッとこう抜けたから、まさにあのボスでした昔のあの喋り方の、うん、昔のね、もう50ですもんね、もうレジェンドたち、やっぱこの番組に出られた方々もね、あもう60近いとか、60は言ってない。俺は言ってない。いや僕も言ってない。だいたい60ぐらいですか。だいたい約すればね。トニー君だって言うて43C とかでしょ。もう40、1個上なんで44ですね。だから、まあ、なんか体調崩したんでしょ、トニー君って。そうみたいですね。うん、もう入院してたみたいなんで。はい、そうなのって俺知らなかったって。突然、いや僕スケジュールも見れるんですけど、もちろん一応上司なんで、会社のやつでスケジュールも見れる、うん、入院って書いてあった、急に急に突如トニー何月何日入院って書いてあって、うん、ってこれ何があったんだよと思って、うんうんうん、ただちょっと聞いたらなんかポリープ的な、健康診断でよくあるじゃないですか、だからもう結構そこそこ、まあ、おじさんっちゃおじさん健康診断行ってないな。いや、本当ですか。10年ぐらい。いやいや、絶対行った方がいいですよ。ね、俺すごい言われる最近それ。怖くないですか。逆にそんだけ開けちゃうと。ちょうど昨日も収録終わって嵐を飯食ってる時に。え、嵐くんどこも行ってるんですか。あいつも行ってないんで。行ってないですよね。じゃ行ってない者同士で喋ったんですか。で、まあ、あとスタッフが。で、行った方がいいですよってすっごい言われて。絶対行った方がいいですよね。そうかーって言ってて。まあ、20代とかならいいんですけど。まあまあ。ね、うん、絶対行った方がいい。もうすぐ50歳なんで。前回のそれこそ年の日に出てもらって話してって言ってたけど、はいはい、まあここまでやれたらもう同じよねっていう、本当にそこまでなんか考えてやってました。考えてないですよ僕は。正直入った時19で入ってずっとプラントビアなんで、はいはい、まあプラントピア生活の方が長いんですけど、うん、あの学生時代、あ確かにそうなんですよ、うんうん、で会社にパチマガスロマガネ入ってやつ、最初アルバイトで入って、はいはいはい、社員じゃなくて、社員では入れなくて、もう高卒でその時大卒じゃないと、うんうん、あの社員では入れないっていうので、ただ攻略軍団のアルバイトみたいなのがあって、あそれちょっと雑誌に書いたんですよ、軽い気持ちで応募したらなんか入れちゃって、うんうんうん、だから正直な話、9割方ちょっと遊びみたいな気持ちのまま、うん、ずるずると今にもう23年やめたって、さすがに途中で気づいてもうちゃんとやろうってなってますけど気づいてね、最初は正直もう、はいはい、なんかもうホール行ってパチスロ打ってお金もらえるし、はい、時給もらえるし、はい、そんな夢みたいな仕事はないみたいな感じのまま最初やってましたからね、うん、正直言うと、だから何も考えてなかった、この先どうなるとか別に。いつぐらいからちゃんと、あなんかちゃんと知らんみたいな。まあ最近じゃ最近ですか遅いでしょ20年ぐらい経って20年、そうですね。で動画やっぱ動画ですかね、はいはいはい、動画でやっぱガンガン出だしたのってやっぱ皆さんやっぱもうかなり最初の方からもう番組持たれてね、やってましたけど、僕はそうでもなかったんで、偉大なる先輩のね、ネギ坊さんがいらっしゃって、うんうん、まあ、ボスもいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの方たちが、まあ、番組パチテレとかでやってて、そこに最強伝説、はい、最強伝説ずっとやってて、まあ、そこに最初はゲストみたいな感じでちょっとお手伝いみたいな感じで出させてもらってるとか、またバトルスロイヤルっつってみんなで目押しを競うみたいな番組にもやってたんですけど、それも、まあ、7、8人出てる中の1人のプレイヤーみたいな感じでただ出てただけなんで、その責任持って番組やるっていうのは本当にだいぶ経ってからなんで、なるほど、僕の場合は、うん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 、そこぐらいですよね、ちゃんとしないと、はい、あと DVD とかも雑誌に突き出して、ガンガンこの映像の仕事が増え出して、そこから YouTube みたいな感じになるじゃないですか、その辺からはもうやっぱり責任を持ってちょっと遅いな思ってたより遅かったな、ごめんなさい、正直別にちゃんとした人間ではないです全然いやすごいしっかりしてる、いい多分世間ではそういうイメージですよ、もう全然小煩悩でいいお父さんで、
本当それです、ここ数年の話ですよね、そういうイメージになったら多分なんか若い頃の、もう本当にね接点はなかったけども、はい、雑誌で見る限りギラついてるなとは思ってた、本当に。いやでもそういうタイプの人間でもなかったんですけど、一応雑誌のキャラとして、なんかキャップとかの、はい、ああもうしょうもない、いやいやもうその 12×4 ぐらいのところもギラついてるわと思ったもん、読んでて恥ずかしいですね、うん、今ね昔の自分の文章読むの嫌でしょ、もう全然嫌ですただあの時はもう本当に分かる、嫌だわ、高卒で本当文章も書いてこなかった人間が、いや、みんなそうなんで、いやいや僕らだと本当に論文的なものもやったことないですし、いやそんなやってないでしょおじさんたち、やってないです、やってないです、確かに、ね、いやいや俺も最初もう俺の時はまだ手書きやったんで、ああそうですか、手書きやったんでワープロ使えないんで、それで一応終わりなんですか、それでなんか編集して、いや手書きで書いて、はい、渡して、渡してって感じなんですね、90%ぐらい入って、でも本当に作文すらもちゃんと書いたこともなかったんで、どうですか、いやみんな最初そう、本当に変な話、結構書き直しですもんね、いやもう最初なんて、もちろん俺の原文残ってないですよ最初に自分で全力で書いて、まあ、意気込みだけ、まあそのちょっと4行ぐらいの気合入れてやったるぜみたいなだけそのまま一応残してもらって、うんうん、うわーって書き直されてました俺の原稿どこ行ったみたいな、最初は結構そういう人多いじゃないですか最初は、うん、だから丸々ブワッてこう、こんなん無理、世に出せないっていうので、なるほどね、はい、まあ、今はそんなことないですもちろん、もちろん今はほぼ自分の原稿直す方でしょ言ったら、ね、まあとか、うん、まあほぼ直されてはないんですけど、うんうん、最初はもうそうでしたね、最初の書けなかった、本当にそうなんですよ、まあもう言いますけど、はい、マニアックス問題、そうなんですよね、あちょっと似てるんですよね、パズルの攻略、まで一緒なんですよ、あれは、まあ、なのか結構衝撃的な事件っちゃ事件、あれ何年ぐらいでしたか、あれは、いや僕はちょっと年数覚えてないけど、だからその時にやっぱいなくなってるんで、やっぱ数年ですよね、ボスと一緒にいたのは、入った時は、うんうん、ボス、軍団長ボス、初代軍団長ボスがいて、はい、その下に龍吉さんがいて、ネギ坊さん、龍吉さんね、はい、ボスがまだあの薄いオレンジのサングラスかってる時のね、はい、まあ、ボスに取ってもらったっていうところもあるんで、まあ、面接やったのもボスですし、面接の時どうでしたか、いやもう君どうなのみたいな、まさにあのボスでした昔のあの喋り方の、うん、昔のね、花火の遅れってわかるみたいな、腹立つなちょうど花火が98年とか、そうですよね、9年とかね、でよく打ってたんで、うん、99年に入る時に、うん、遅れってやっぱあの花火ですか、はいはいはい、あれが分かるかって言われて、ああ分かります、あのリールがなんかニュルっていうのがあるスタートですよね、うんうん、みたいな、もう怒ってるやんじゃあ目押しの試験やろうみたいなで、だからファイヤーコンクがなんかが、あ逆行して編集部に行って、そこでちょっと直視でみたいな目押しをやってみろ、声下しだもんね、そこはもうネギさんが教官になって、うんうん、この中のナンバーのチェリーでやってみて、俺もう全然見えないからあの気合でその7の何コマ上みたいな感じで7をここか枠下に3コマグッと押して、うん、たまたま全部うまく、いやすごいな逆にうまくいって、ネギさんその時俺の目を見てなかったんですよ、あだから直視してるかどうかこうパッて見れば目が動いてるから分かるんだけど、それで見てなくて、うわ直視できるじゃん、うん、すごいねっていうので受かりました、その時言われた時は なんて答えできます入ってしまったら何とでもなるやろっていう、いやでも本当に今と違ってもう何十人って面接、確かに、ね、人気だったんで、人気だった本当に、スロ攻略マガジンやっぱ結構すごかった、すごい当時すごい人気だったんで、いやそんな言わなくてもマガジンはめっちゃ売れてたしちゃんと一応確認しようがないで、この業界を本当作った雑誌なんでね、いやすごい雑誌ですよ、その全盛期の時に僕足を踏み入れたんで、確かに確かに、もう本当に40人50人多分面接を受けたっていう中の一人だったんで、うんうん、はい、それは後から聞いたんですけど、それはい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 、はい、そっか、そうなんですよ、最初はボスの下、まあ、1年2年ボスの下にいて、うん、でネギさんボスは何年ぐらい一緒に、いやでもすぐやっぱり雑誌移籍されちゃったんで、はい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 、その時にその言ってた同期のやつがもうこうくっついてこう、 あっちで、ね、で僕ほら あんまりできない子だからあの声をかけられなかった、まあまあ行く結果論としては、ね、結果論としては行かなくていいんですけど、うん、そ
で僕はその下になって、その後一気にまたバッと増えたんですよ。はい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 、ラリアットとかルート菊島とか、はい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 、ボイマンとかウメニアとかさ、おったいっぱいおったいたんですよ。いたとかいて、それがちょっと後輩なんですよ。ほとんど俺お会いしたことない人なんで。でその僕がそのネギさんのお手伝いする前にラリアットとルート菊島が、そうだ最強伝説ネギさんとやってた。そうだそうだそうだ、はい、エビン君の下って言ったら全員めっちゃ悪でしょ。そうですね。だからそのラリアットとかルートとかはわりかし近かったんだけど、それらがごそって抜けちゃったもんで全員。じゃトニーくんがなんか上がっていって、そうでトニーが結構離れてるんで、一番できなかった子が上がってきて、そうなんですよ。5、6年そこ空いてて、でトニーになっちゃって、間ごっそり全員辞めちゃったから、確かに確かにトニーがこうグッと上がってきて副軍団長って今やってて、はい、優秀な先輩、うん、ボスね、リュウチ、ネギボーがいて、うん、で下にラリアットルートって優秀な後輩もいて、でマガジンすげえぞって、その間になぜか挟まってる俺みたいな感じでこういいポジションにいさせてもらったのが、いろんなこう、ね、柱がこうバッとこう抜けたから、もう軍団長にもういやなんかいけないな俺ってなってきて、やっぱそこですかね最初の。一番最初軍団長になった時は下の子たちは誰がいましたか。いや、いっぱいいたんですよ正直、正直いっぱいいて、いっぱい入れ替わってるんで。今もうマガジンのフル視聴者の人はもうよだれたらすぐらいの話でしょ。でもこれを聞いていただくのも多分生駒さんぐらいしかないんで。いや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 、あそうか、みんな知らないから。知らないものもそうだし、あと自ら俺がこれを言うこともないし、はいはいはい、みんなポカーンとなってしまうんで、うん、はいはいって言ってくれる人がいない、うん、なるほどね。そうだから言うことないんですよでここでだからいいです ね、この番組を見たあの昔の人が、うん、俺の名前出たって言うかもしれない、はいはいはい、覚えててくれた見てて、ね、ただ抜け落ちてる人がいるかもしれないんでこれ以上やめといた方がいい俺はもう本当昔話色々聞けたので楽しかったです。いやいや、ありがとうございます。こちらこそ楽しかったです、はい、まあ、そんな感じ、またゆっくりどこかでぜひぜひご飯でも行きましょう。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。